では、定刻になりましたので、本日の計算科学技術特論 B 4の講義を始めていきたいと思います。今日は、北海道大学の、小林先生に、大規模量子化学計算1ということで講義をしていただきます。ではよろしくお願いします。ありがとうございます。北海道大学理学研究員の小林と申します。本日とそれから来週の2回にわたりまして、大規模量子化学計算というタイトルで、この計算科学技術特論の、講義をさせていただきます。でですね、これまでの、計算科学技術特論の講義で、かなり計算の高速化ですとか並列化などについて、触れられてきたかと思いますので、その辺のことをベースにいたしまして、量子科学でどのような技術が使われているのか、それから、どのような要素が存在するのかということをご紹介していきたいと思います。で本日の講義ですけれども、多分、量子科学の非専門家の方が、聞いている方も多いかと思いますけれども、専門家の方もいらっしゃるという認識でして、本日の目的と、本日と来週の目的といたしましてですけども、量子化学計算の要素技術というものを、非専門家の方には知っていただく、で専門家の方には復習していただくというふうに思っております。でそのうちのですね、要素の一部について、特に、そんなに効率化が自明でない部分について、それを効率化する具体的な、方法というものを紹介していきたいと思います。で内容についてですけれども、量子化学計算ですので、昨年の、計算科学技術特論 A の石村先生の講義、それから、前々回までですかね、尾崎先生が大台の方について講義されていると思いますけれども、この内容と一部オーバーラップがあると思いますけれども、その点に関してはご了承いただきたいと思います。で、講義の概要ですけれども、今週に関しましては、大規模量子化学計算というタイトルですけれども、その手前で普通の量子化学計算ですね、これがどのような、概要であるか、それから何で構成されているのかということについてお話をして、これの高速化について、述べていきたいというふうに思います。ということで、まず量子化学計算ですけども、一口にこう言いましても、さまざまな種類がありますので、この目的と種類、それからこれらを計算するためのソフトウェアについて簡単に紹介をいたしました。あと、量子化学計算の手順、それから構成要素と高速化について述べていきます。で、ここに書いてある通り2つ、特にですね、取り上げて、この高速化についてお話をしていきたいと思います。それでですね、来週に関しましては、フラグメント分割を中心とした大規模量子化学計算法というものを紹介すると、こういう内容にしていきたいと思います。まずですね、量子化学計算の目的についてお話をいたします。量子化学計算というのは、まずどういうものであるか、と言いますと、量子化学ですので対象とするものは化学です。化学、広い意味で物質化学ですけども、これは、何を対象として計算するものかというと、分子あるいはその分子の集団、それから、もっと広いところで言うと固体と、こういうものになります。これらは何で構成されるかというと、言うまでもなく、原子核と電子になります。で量子化学計算ではこの原子核、も含めますけれども、特に電子ですね、の量子論的な振る舞い、を、求めるというのが目的になります。で、この振る舞いが分かれば物質の、あらゆる性質を求めることができるという学問になります。この性質というのは、どういうものかというと、一番基本的な性質としてはエネルギー、それから分子の構造、化学反応の、行きやすさですとか、あるいは固体でしたらば相転移、それから光に対する応答、磁場応答、振動ですとか、そういう、あらゆる性質を決めているのがこの電子と原子核の量子論的な振る舞いです。で、これを数値的に求めるというのが量子化学計算の目的になります。典型的な量子化学計算の方法、私たちはアップイニシオ第一原理計算というふうに呼んでますけども、これは何が必要かというと、基本的にはですね、この原子の、座標と、電子の数、これだけがあれば良いという計算法になります。
で、その他にですね、必ず指定するのが、計算手法と規定関数と呼ばれるものです。これらは、計算の精度を決めるものであるというふうに、認識していただければ良いかと思います。これを入力すると、計算の結果として出力されるのが、まず一番基本の、プロパティである分子のエネルギーですね。それから電子の分布、これを、分子軌道と呼んでいます。それから各種プロパティですね。で、場合によってはエネルギーの微分というものが、手に入れられます。今回エネルギー微分については詳しく取り上げる予定がありませんけれども、これは非常に重要な量です。物性値を計算するという上では、外場に対する応答、ですとか、まあ、それからエネルギーの収支、こういうものを計算すると、実際の、プロパティを求めることができますので、これを求めるためにはエネルギーの微分というのが、本当は必要であると、まあ、そういう量です。でですね、こういう物性を計算するためのソフトウェア、量子化学計算のソフトウェアですけども、非常に多くの有用なものがあって、どの方法、どのようなソフトウェアでも大体ここに書いてあるような入力をすると出力としてこれらが得られるというものになっております。商用ソフトウェアでは非常に有名なのがガウシアンですとか、まあ、使われる方がいると、モルプロ、モルキャスというものが、使われるかと思います。でこれらは商用ソフトウェアのほかに無料のソフトウェアも多く出回っております。バイナリーのみ提供されていますけれども、コンピューターを使う上では、NTKM というのがかなり、高速なソフトウェアとして、使うことができます。それからですね、ソースコードも開示されているもの、ライセンス制限あるものもないものもありますけれども、この緑で示しているゲーム数に関しましては、これはまあ私が、よく使っているという意味で、色をつけているんですけども、改変するのに非常に、まあ、やりやすいようなコードもあります。それからオープンソースのものとして NWKM であるとか、まだ、一般公開はされていませんけども、昨年お話しした石村さんがコードした、スマッシュというものもあります。それから少し薄い色になっているコンクエストですとかオープン MX、これらに関しては、広い括りで言うと、量子化学計算、まあ、ほとんど同じ、インプットから、同じ、アウトプットを出力するというものになっています。でここに示したのは後ほど、取り上げます、規定関数に、原子軌道ですね、原子中心の、規定関数を使うもののみです。それ以外に、いわゆるですね、第一原理の計算ソフトウェアとして、プレーンウェーブを使うものですとか、あるいはメッシュを使うものとか、まあ、そういうものもありますけれども、それらはここには、挙げておりません。で実際にですね、この先ほどご紹介しましたスマッシュのプログラムを使って、計算をする場合の入力ファイルの例を、示しております。この計算ですけれども、ここに書いてあるたった5行をですね、これだけで、入力ファイルは終わりと、まあ、非常にシンプルです。第一原理というのはもうその原子の座標さえ与えれば計算ができるということなので非常にシンプルです。上から順番に見ていきますと、まあ、ジョブの指定といたしまして、まあ、これはエネルギーを計算すると、ランタイプイコールエナジーというものがあって、それから計算法、ここに書いてある B3LIP というのは、密度半関数の一種で、まあ、非常によく使われているものの 一つです。それからもう一つ、ベーシスというのが、これが規定関数形の指定でありまして、これも、ここでは、よく知られている CCPVDZ というのが指定されています。その下にあるのは、ここに示した水分子の、XYZ 座標と、これだけを指定すればよいということになります。それではここからですね、量子化学計算のに、まあ、どのような種類のものがあるのかというものをご説明していきます。ですね、まず一つ目に、紹介しますのはハートリーフォック法というものです。この方法は量子化学計算の基本になります。非経験的な電子状態に対しまして、対する、平均場の理論ということになります。でこの計算で最も、この計算のボトルネックとなる部分は、何になるかと言いますと、二電子積分の計算、それから三対称行列の、対角化と、
この2点になります。でハートイフォークは基本ではあるわけですけども、現在はこれはほとんどハートリーフォック法だけで使われるということはありません。でこれの、これと合わせてというか、これの変形として使われるものが、密度反関数理論 DFT の計算、ということになります。これはまあ現在主流の計算法であると、言えるかと思います。でですね、この方法でについてはですね、形式的にはほぼ、ハートリーフォック HF と同じ形式で書かれているわけですけども、高精度化が可能という方法になっています。でここに使われている要素技術はハートリーフォックの、この二電積分計算密対称行列対角化に加えて密度反関数の空間数値積分ということになります。でもう一つハートリーフォックの変形じゃなくてハートリーフォックを計算した後で、高精度な計算への補正を行うという、ポストハートリーフォック法というものも、使われる場合があります。ハートリーフォック計算の後に実行する高精度計算ということですね。でこのポストハートリーフォック法についてはですね、前2社ハートリーフォック DFT とは基本的に全く異なる演算のタイプであるということを認識してください。今ちょっと、ここに書いてある3つの、非常に典型的なポストハートリーフォック法がありますけれども、 MP 法、メラープレセット接動法、あるいは、CC 法、カップルロークラスター法、これら2つでは、で用いられるのは、積分変換、という、プロセスと、それからテンソルの縮約です。でもう一つ、CI 法、コンフィギュレーションインタラクション、配置間相互作用法というのもありまして、ここで、使われるのは大規模素量列の対角化ということで、前の2つ、ハートリーフォック DFT とは、全く違う、要素が必要になるということを、まずここでは頭に入れておいていただきたいと思います。でこのような方法が、いろいろあるというふうに言いましたけども、それぞれどういう近似のレベルなのかということを、この表にまとめております。左から順番にハートリーフォック DFT、 それから、MP 法、それから CC 法に関してはちょっと、2つ出しましたけども、左側この2つは、いわゆる平均場の理論ということができて、右側には電子相関を、先ほどのポストハートリーフォック法により取り入れる理論ということになります。でこれらなんですけども計算時間、ここに書いてある、読み方ですけどもオーダー N3 乗ということで N はおよそ原子数に対応するものを、表しています。したがってこのハートリーフォック法では分子の大きさの3乗に比例して計算時間が増大するということをこの表で意味しています。で左側のものというのは計算精度は、低い定性的であるのに対して右に行けば右に行くほど、正確であるというふうにおよそ考えていただいて結構です。そうしますとですね、計算時間は精度の低い理論でも、オーダー N の3乗であると、いうことになります。さらにですね、精度が上がりにつれて、これが莫大になっていくと、5乗、6乗、7乗というふうになっていきますので、何でもかんでもですね、精度の高い方法で計算ができるかというと、そういうものではないと。したがって、計算したいもののサイズ、それから、精度というもののバランスを考えて、この、精度というか、計算法を選択するというのが現在の量子化学計算の、やり方ということになります。それではですね、ここから、具体的に、どのような計算を行っているのかということをご紹介していきたいと思います。まず、一番最初にですね、基本のハートリーフォック法ですけれども、これについては、理論的に、どのようなものであるかというのの紹介から、させていただきたいと思います。まずですね、量子化学の基本になるのは、分子中の電子のシュレーリンガー方程式、これを解くというのが目的なので、ここからスタートをします。でこのシュレーリンガー方程式は、固有値問題になっておりまして、 H というのがエネルギーを、決めるハミルトニアになっていて、これの固有値が、エネルギーとして得られるというものですね。でこの固有ベクトルとして得られるのが、電子の波動関数です。ここで出ている大文字のプサイですね。大文字のプサイというのが全電子、今ここに書いてあるのは、大文字の N までですけども、N 電子の波動関数を表しています。
ここには従って、この式で表なように、すべての座標、すべての電子 R1 から Rn までの、座標というものが、この関数の中に含まれています。で、直接ですね、この N 電子の波動関数 ψ というのを決定するのは難しいので、一体近似あるいはハートリー・フォックス近似というふうに呼ばれている、近似を行います。これはどういうものかというと、この全電子 N 電子の波動関数というのを1電子の波動関数の、積で構築するという形になっています。ただ、ここにはですね、電子は、物理的に、フェルミオンとして、働くという性質がある。具体的に言うと電子は、1番2番というふうに区別をして、見ることはできないという、これはまあ物理的な条件がありますので、ただの積ではなくて、ここに 縦線が2本ありますけれども、行列式の形、すれた行列式と呼んでいますが、この形で書かれるというふうにいたします。そうしますと、このシュレーリンガー方程式は、簡単に、書く、書くことができるようになります。ここにあるのが H エフェクティブというもので、これは電子が作る平均の場を表します。この H エフェクティブに対する、シュレーリンガー方程式、1電子のシュレーリンガー方程式を解いて、それで全電子のシュレーリンガー方程式の解である N 電子波動関数を決定すると、こういう形になっているのが、ハートリー・フォック計算であります。でさらにですね、ここの ψ ですけども、その前に一つ、言い忘れましたけども、この H エフェクティブというのは電子が作る平均の場ですから、これ自体が、ψ に依存するという形になります。したがってこの、ハートリー・フォック計算というのは、繰り返しによって解かなくてはならないと、いうことになります。でさらにですね、このままでも、単純にこの ψ の形を、直接決めるということは難しいので、これを所要の関数で展開をするということを行います。ここで使われる所要の関数というのが規定関数でして、この方法をローターン法あるいはローターンホール法というふうに、呼んでいます。ここに書いてある、Φですね、このファイが規定関数で、これの、線形結合、線形結合の係数 C を決めるというのが、通常の、量子化学計算で行っている、ハートリー・フォック計算ということになります。で先ほど出てきたこの規定関数なんですけども、これの取り方には、大まかに、2つのタイプがあるというふうに考えてください。で2つのタイプと申しましたけれども、いわゆる量子化学計算の中で使われるのは、原子に極在した関数、原子軌道と呼んでますが、これになります。それ以外のものとして、有限要素規定であるとかウェーブレット規定、それから平面波規定というような、一様に、発生させる規定というのもありますけれども、この原子軌道というのが、量子化学ではよく使われます。これはなぜかというと、分子は原子の集まりであるという基本的な物理的平等に一致するからです。これを利用することによって規定関数の数を大幅に削減することができます。極端な話ですけれども、水素分子、水素が2つある、水素原子が2つあるという、そういう水素分子の場合ですと、2個の規定関数を使えば定性的には正しい波動関数を得ることができます。また、分子に対称性がある場合には、その対称性から満たさなくてはいけない要件というのがあるわけですけれども、この要件も、原理的に正しいものが得られるということになります。しかしですね、下に書いてあるような空間を切ったような規定ですとか、一様に発生したものの場合、こういう満たさなくてはいけない要件が崩れるという可能性もあります。で原子軌道の、種類にもいくつかありまして、一つはスレーター型関数という、こういうちょっと難しいですけども、要はですね、エクスポネーシャルのマイナス R、ゼータ R 乗ですね、
こういう形に、規定関数が一つ使われます。これがですね、なぜ使われるかというと、水素原子の正確な波動関数に一致するので使われるんですが、後ほど説明します分子積分の計算が非常に面倒なので、これを利用する、ソフトウェアというのは先ほど紹介した中では、ADF というソフト、しかございません。それに対して、この分子積分を簡略に計算するために用いられるのが、ガウス型関数ですね。形としてはこのエクスポーネンシャルの中の R を R2 乗に変えたものということになります。でこれはなぜ簡単になるかというと、ガウス関数の積を計算するとガウス型関数になると、こういう原理によるものです。でこの方法が量子化学計算の、まあ、現在のスタンダードであると思います。それからですね、2回前までの授業を、受けていた方は、尾崎先生が説明された、原子量数値規定ですね、これも、原子に極在した関数の一種と、見なすことができるかと思います。で本日のお話ですけども、基本的にはこのガウス型関数を使った、量子化学計算についてお話をしていきたいと思います。で量子化学計算の手順というものを、こちらに示しました。まずですね、先ほど言った入力ということで、原子の座標、それから、電子数ですね。電子数は通常は原子が決まってしまえば、決まるわけですけれども、まあ、イオンであるとか、そういうものであれば改めて指定をすること、指定をする必要があります。それから、精度を決めるものとして、手法と規定関数、これを入力として与えます。その後に、まずですね、密度行列というふうに呼ばれている D というものを、推測いたします。この推測というのは、ハートリフォークよりもより簡単な方法、半経験的方法などもありますけども、そういう手法でもって、まず一番最初に、推測の密度というものを決定します。でその後、この密度を使って、密度 D を使って、ハミルトニアン、エフェクティブなハミルトニアンですね、これを作るという過程があります。ここで作ったものが F、これフォック行列と呼んでいるので F と言いますけども、これを作ります。次にこれを対角化することによって、先ほど出てきた分子軌道プサイというものを得ます。でこのプサイが決まると、この右の式ですね、ここで書いてある C というのが、先ほどのですね、この、分子軌道の係数になりますけれども、この軌道の係数を使って、密度 D というものを得るということになります。で、ここの和に関しては全てを取るのではなくて、電子が占有しているものについての、取るというのを、まあ、このように書いています。で先ほどから言っているようにこの過程というのは繰り返しで行われますから、これが、収束したかどうかを判定します。収束していなければここに戻って、もう一度、密度からフォックを作りということを繰り返します。ハートリフォックあるいは DFT であればこれが、収束すると終わりということになります。この過程がセルフコンシステントフィールド SCF の過程というふうに呼ばれます。でさらにですね、高精度な計算を行う場合にはこの後に、ポストハートリフォック計算というものが行われるということになります。でこれはそれぞれの過程ですけれども、先ほどのこの D の計算は、簡単にプラス3で、ただの、行列積で計算ができますので、残りの部分ですね、どれぐらいの、コストがかかるかというと、この F の構築にはだいたいオーダー N の2から4乗、それから対角化にはオーダー N の3乗、それから、ポストハートリフォックは先ほど説明したようにオーダー N の5から7乗の計算時間がかかります。で、今のですね、構成要素を一つ一つ見ていって、まあ、どのような高速化が可能であるかということを検討していきたいと思います。まず、SCF の構成要素を1といたしまして、フォック行列の生成、ここの青で示したここの部分ですね、この部分について説明いたします。でそのフォック行列というのはどのような形で表されているかというと、H コアというものと G の足し算で表されています。どちらも対象行列になっています。H コアというのは電子密度に依存しない定数項でありまして、こちらは、まあ、最初からメモリに保存をしておくと
いうことにします。で残りのですね、この G というのが密度に依存する項なので、これは繰り返し、計算をしなくてはいけないということになります。でここに、であそうですね。ですから、この G というのが、他の電子との相互作用が含まれている項ということになります。で電子との相互作用ですけども、一つには、古典的な空論、力に、による空論項がありまして、もう一つ量子力学的な項として交換項 K というものが現れます。でですね、このガンマの計算というのは、すいません、ガンマというのがですね、ここに書いてあるガンマですね、ガンマというのが二電子積分というもので、これの計算については後ほど述べますけれども、ここにあるインデックスを見ると分かる通り4回のテンソルになっています。一般的には、この4回のテンソルをメモリに保存することは不可能であると考えてください。しかしながら、高い対称性ですね、少し小さいですけれども、こういうような対称性を持っているということになります。でこれがメモリに保存できないとするとどのように計算すればよいかというと2つの方針が出てくるわけです。1つはコンベンショナル SCF と呼んでいるものでガンマを外部記憶一般的にはディスクですねに保存をしてそれを読んで使うという方法です。でもう1つがですねガンマをこれ繰り返しの計算の時に毎回計算を行ってその度に捨てていくというダイレクト SCF という方法になります。でこのガンマの計算後ほど述べる通り、この計算はそれほど簡単なものではないんですけれども、外部記憶へのアクセスというのはかなり、不利な、処理になりますので現在の主流はダイレクト SCF になります。また、これらのうち一部に関してはメモリに載せるという、セミインコアのアルゴリズムというのも、よく用いられる方法の一つになります。それではここの部分、特にダイレクト SCF の場合にどのような計算が行われるかという、疑似コードをこちらに、示しています。まず F を0クリアしまして、このミュー、ニュー、ラムダ、シグマというのが先ほどの、この二電子積分のこのインデックスですね。このインデックスに関する、ループを回します。でこの中に、ミュー、ニュー、ラムダ、シグマではなくて今 SH というのがついていますけども、原子の軌道というのを一般的にはシェルという単位にまとめて、これはですね、導中心のいくつかの規定関数をまとめた単位なんですけども、これを使って、計算していくというのが一般的な量子科学の方法になります。なので、こういうシェルという単位があることを覚えておいてください。で、シェルの大体ですね、一つの、大きさというのは、通常の大きさで大体100程度のオーダーであると考えてください。でミュー、ニュー、ラムダ、シグマと4つのインデックスがあるです、ありますから100の4乗で、大体1億ぐらいのループが回ります。で途中でですね積分の先ほど言った対称性を使うので、およそ8ではあってそれであったとしても1000万以上のループが回るということですので、一般的にはこのループに対して全体で、MPI でもオープン MP でも並列化をするということが行われます。でここで、擬似的に今、並列の、処理をしています。で、それの中でさらにですね、この積分の大きさというのをおおよそ見積もってそれがスレショルドに、届くかどうかというのを判定して、スレショルド以上であれば、先ほどのガンマを計算すると。ガンマというのは、シェルの単位で、一遍に構成をしまして、でそうしたらばそのシェルに属している実際の、原子軌道でのミュー、ニュー、ラムダ、シグマの、ループがここで回ります。でここの中身では、先ほどの対称性を利用いたしまして、一つの、積分ガンマに対して、足し込みの操作を行っていくということが行われます。でまとめますとですね、ここで、並列化が行われているわけですけども、この並列化のパターンというのは、特にですね、
石村さんなどによって、さまざまなパターンが検討をされています。MPI、オンプ MP のハイブリッドでということですけれども、そういう検討も行われています。で、ここで対称性を利用しているがためにですね、この、F というのに、がですね、ランダムにアクセスされるようになります。で、外側でオープン MP の並列化もいたしますと、F の、メモリーがですね、スレッドセーフであるかどうかというのが、明白ではないので、一般的には、この2インデックスの部分というのは、スレッドプライベートにして、メモリーをすべて、持ったとしてもそれほど問題がないとして、それぞれのスレッドが別に、作った上でリダクションをするというのが、一般的です。でですね、もう一つここの、ガンマのエスティメートをするときに、このシェルの情報だけではなくて密度の情報も使うというのが一般的に行われます。まずこの、スクリーニングについてお話をしたいと思います。スクリーニングの第一段階として使うものには、コーシー・シュワルツの不等式の利用があります。このようにですね、内積が、ノルムの積で書かれ、で、規定されると、こういう形ですけども、この不等式を、先ほどの積分の形にいたしますと、このような形で書くことができます。左側は4インデックスの積分ですけども、これはμ/μ/μ でこちらがラムダシグマラムダシグマですから、これ2インデックスの積分で、近似というかアッパーバウンドを見積もることができますので、こちらについてメモリに解いておけば ある程度予測をすることが可能であるという形になっています。でさらにですね、ダイレクト SCF の場合にはガンマにかけられる密度行列というのが、いくつか決まっておりまして、これに対してですけども、この D というのが、どこにかけられるかというのが決まっていて、結局ですね、この6パターンの掛け算があるので、これの中の最大値を持ってきて、これとこれをかけたものがあるスレショルドよりもでっかいものだけを、持ってくればよいということになります。これでもって、あらかじめ見積もって、計算量の削減を行うということを行います。で今ここではですね、簡単のためそれぞれの、原子軌道について書いていますけども、実際にはさらにこれをまとめてシェルごとに見積もりを行うということを、行うのが一般的です。でもう一つ、注意として、注意というか、有用な方法として申し上げておきたいのは、ここでは今 D というのが直接密度行列を使っていますけれども、ダイレクト SCF の場合には、フォック行列ですね、ハミルトニアンが密度の一次になっていますから、結局、密度の変化デルタ D でもってアップデートをしていくということが可能です。そうするとこの D の絶対値そのものが、小さく、繰り返しの後半では小さくなっていきますので、だんだんこれを満たす、積分の数が減っていって、事実上、計算量が削減されると、こういうテクニックも用いられています。次がですね、実際の二電子積分の計算なんですけども、二電子積分、形としては、この一番上に示したこういう形で書けます。でここのファイというのが先ほどの一つのガウス関数ということになります。でこれの計算は40ループの中で計算をされて、A 算量は、40のループですから形式的にオーダーが N4 乗ですけども、スクリーニングを使うことによって、先ほどのスクリーニングを使って一般的には2から3乗ぐらいに落ちるというふうに言われています。で MPI と OpenMP の並列化というのはこれの外側で行われるので、この積分の計算そのものについては並列化を行わないというのが一般的です。で、この並列化に関しては先ほども言った通りなんですけども、さまざまな検討が行われている。それはなぜかというと、先ほどのスクリーニングも存在しますし、このシェルの、タイプによって計算量というのが全然一定ではありません。なのでこれのロードバランシングというのはそれほど簡単ではないんですけども、ちょっと今回は時間の関係上お話は、いたしません。で、この、今から取り上げていくのはこの積分そのものの計算をどのようにするかということなんですけども、これが難しくなっている原因の一つには、
量子化学計算で特有に使われる縮約というものが存在することによります。で縮約というのはどういうことかというと、このファイというここに示した一つの関数なんですけども、緑で示したのが先ほどの、ガウス関数を、もう少しあらわな形で書き下したものです。これが一つのガウス関数なんですが、一般的に、量子化学計算で用いられる、規定関数というのはこれの線形結合を取ったものです。でこの線形結合の定数というのは、もう与えられている所要のものということになります。でこれを代入いたしますとこのように、まあ、4つのサメーションがついた、こういうものを計算しなくてはいけないということになります。でまあここのですね、原子ガウス関数といいますけれども、この原子ガウス関数に関する積分の部分さえできれば、計算をすることは、もちろん可能なわけです。でこれの、良い計算法の一つにリスの求積法というのがありまして、この求積をすれば一応原理的には、どんなものでも、この積分を求めることができるわけですが、ここに書いてある先ほどの縮約ですね、この K が大きい場合には計算量が、このオーダー K の4乗で、増加をしてしまうということになります。で、まあ、これをどうにか回避するということを考えるわけですけども、先ほどのこの式の中でですね、この前に出ている3つの、ポリノミアルが3つのというかこのポリノミアルがあるんですけども、この多項式部分ですね、多項式部分というのは、この縮約の係数 i というのには、全く関係のないものになります。したが、それでですね、この軌道角運動量量指数 L に応じてここの部分というのが出てくるわけですけども、ここの部分だけが異なってエクスポーメンシャルの中身は同じという関数がいくつも存在するということになります。まあ化学的な言葉で言いますと、この量子数 L が0というのは、対照的な S 関数を表していて、これの場合には関数の数1個なわけですけども、L が1の場合には P 関数で3、D の場合には、計算法によりますけども6または5、4の場合には F 関数に対応して10または7の関数を使うということになります。そうするとですね、結局ここの中のパターンにこれだけの、個数の、可能性があって、さらに、その4つの 縮約を取っているということで、この2つの、足し込みというのをどのように行うかということで、この、演算の順序を、最適化することによって高速化ができる、高速化をする余地があるということになります。でですね、まあ、これの使って、さまざまな、高速な、分子積分計算アルゴリズムというのが、提案されてきています。ここでは具体的な例として、私が以前、まあ、コードを開発を行った、AS 標識というのを取り上げたいと思います。で、AS 標識による、先ほどの、二電子反発積分の計算、なんですけども、ちょっと導出の過程、完全に飛ばしますけども、このような、形で書くことができます。左側の C で表している部分は随伴座標部というふうに言っていて、ここの部分の計算はオーダー K の0乗で計算できる部分です。で右側の、この H と書いてある部分が各部と呼ばれる部分で、オーダー K の4乗の計算がかかる部分です。中身を具体的に書き下したものがここですけども、ちょっと詳細な話は飛ばさせていただきます。でですね、まあ、結局この K4 乗の部分の、コストを落とすためには、どうすればよかったかというと、私たちはこの各部に対して、2つの前科関係式リカランスリレーションというものを導出して、でそれをうまく、順番に使っていくことで、これの計算コストを削減するということを行いました。1つは水平前科関係式 HRR というふうに呼んでいるものですけれども、これは先ほどの軌道角運動量指数が変化しない、前科式になります。でもう一つ垂直前科関係式というのが、これが、まあこの、軌道角運動量指数が、変化する、前科関係式ということ で、これを、うまい順番で組み合わせることによって、
で、その上でこの式を用いると、この計4乗に対する依存性がなるべく小さくなるようなアルゴリズムを構築することができます。で、この方法を SRR と呼んでいます。でですね、このリカランスリレーションの計算というのは、非常に幸運なことに K のループの外側で全て実行することができるので、これを使うということになります。で、実際の計算コストですけれども、これだいたい10年ぐらい前の仕事なんですけれども、二電積分の計算コストというのは昔からよく不動小数点演算数、フロップの数で評価をすることが伝統的に行われています。で、特にですね、 K が先ほどの縮約の大きさ K が一定の数の場合には、このフロップ数というのは、二電積分のフロップ数というのは K4 乗に依存する部分と K2 乗に依存する部分、それから定数項というこの3つに分けて考えられます。もちろん今の指針としてはこの X ですね、 K4 乗の係数をなるべく小さくするようにということを考えています。で、一番最初に紹介したリスの旧積法というのを使っているのが一番下のデュピーリスキングの方法で、一部 Y で計算できる部分、2乗の部分もあるわけですけども、ほとんどこれ完全に4乗によって、いるので、他に比べるとこの例えば Z のところですとか、と比べるとかなり数字が小さいですけれども、K4 乗に大きく比例して、計算量が増大してしまうということになります。で、それに対して、この SRR 法というのを使うと、この X というのをなるべく小さく抑えることができているということになります。で、昨年もあの石村さんが、やはり、積分のお話をしたようなんですけども、石村さんの積分も、大体この X の値が180ぐらいで非常に、計算コスト的に最適化されているものということになります。ただしですね、こちらにも書いてある通り、昨今では必ずしもフロップというのが適切な指標であるとは、言えないと。例えばですね、SIMD 化がどれぐらい、乗るかですとか、それからキャッシュヒットをどれぐらいするかと、こういうことも重要になってくるので、実際の、量子化計算にこれを適用してどれぐらいになるかというのも調べています。ただデータとしてはかなり古くて、これは Pentium 4を使った計算結果なんですけども、これはですね、実際のタキソール分子、これは抗がん剤というかがんの化学療法ですね、で用いられている薬の計算をした時の二電積分にかかる時間です。ここで用いている規定関数は STOKG というもので、最初に、少し紹介したスレーター型関数というのをガウス関数いくつかの線形結合で書くというものになります。量子化学の専門家からすると非常に精度の悪い規定関数になるわけですけども、今回はこの K に対する依存性を見るということでこれを扱っております。でダイレクト SCF を使ってまして、先ほどの講師の不等式を用いたスクリーニングも、行っています。でこれで見ると分かる通りですね、リスの旧積法を使うとこれ K が大きくなるともうどんどん、計算時間が大きくなっていくわけですが、私たちの方法を、使うことによってこれを抑えることが、できているということになります。でですね、ちょっと話が脱線はするんですけれども、前回までの安藤先生の、講義で、MD で使われている、相互作用の見積もりの仕方の一つに高速多重極展開法 FMM というのがあったと思います。でこの FMM というのは実は、量子化計算に用いることもできます。MD の場合には粒子に対する、相互作用を計算したわけですけども、その粒子ではなくてそれを、連続的に、電荷分布に対して拡張するということが可能になります。おさらいをしますと、K 全体をですね、いくつかの、注目するボックスというのを作って、でこれから、多段階のボックスを生成します。注目するボックスからの距離に従ってボックスの大きさを変化させて、それぞれのボックスの中で必要な精度に応じた多重極展開を行って電子の空論相互作用を見積もるという方法になります。
でこの方法も使えるわけなんですけども、これを使う と、かなり高速に、先ほどの、二電積分を直接計算しないでも、クーロン光を評価することができます。しかしですね、交換光にはこれは利用することができません。交換積分というのは、古典的な、解釈が難しいのでそういうことはできない。しかしながらですね、絶縁体に関しては、指数関数的にこの交換光の寄与距離に対してですね、指数関数的に寄与が減衰するので、打ち切りを行うことによって近似することが可能になっています。でですね、話を元に戻しまして、構成要素、今1番目としてフォック行列の生成というのを見たわけですけども、2番目の、構成要素には何があるかというと、対角化です。対角化なんですけども、通常の、固有値問題ではなくて、一般化固有値問題になっているのが量子化学計算の特徴です。一般化固有値問題、復習しますと、まあ、こういう形ですね。F というのが先ほど構築をしたフォック行列、になっていて、ここの S というのは、重なり積分行列になります。このように定義されます。これは、先ほど規定関数として原子中心の関数を置いているわけですけども、原子中心の関数です と、直交したものを利用することができなくなりますので、それで必要になるということです。でさらにですね、これを厄介にしているのは、この S に小さい固有値がある場合には、線形中毒性の問題が出てくるので、これを回避する必要があります。でもう一つこの固有値問題の特徴として、一般的にはこれは全根が必要です。で SCF だけを解くのでよければ、密度行列さえ構築できればいいので、占有軌道さえあればいいわけですけども、そうだとしても全体の、まあ、かなりいろんな場合によりますけれども、大体5分の1ぐらいは必要です。で、5分の1だけ求めるのと全部求めるのとっていうのはほとんど、計算は変わらないので、もうこれは全部求めた方が、早いということになります。で、これを行うためにはですね、まあ、既存の線形代数ライブラリを一般には利用するわけですけれども、この、線形従属性の回避のところだけ少し工夫をするということになります。でまあ、どのようにして回避をするかというと、まず一番最初に先ほどの重なり積分 S というのを対角化しておきます。対角化してそれの固有ベクトルとして U を得ますと、この U に、S が今対角行列ですね。対角行列のこのマイナス2分の1乗ですね。これをかけたものを使って、元の規定関数を直交化することが可能です。でこの直交化をするときに固有値が小さい部分に関して除去すると、まあ、具体的には固有値が少ない小さい部分を、まあ、こういうふうにして、少し、行列の大きさを減らすということにします。でそうして、この X を使ってトランスフォームした F' という、フォック行列に対して通常固有値問題、F'C' イコール C' イプシロンというのを計算するという問題に帰着されます、させます。で、この子で出てきた C' から、に X を掛け算すれば元の固有ベクトルに変換できると、いうことですので、計算の、手順としては、どのようになるかというと、まず、密行列の積を使って、これですね、F' を計算します。これは通常の、密行列積ですからブラスで、実装が可能です。その上でここで出てくる固有値問題を計算するわけですけども、この固有値問題は、行列の大きさとしてはそれほど大きくありません。大きくて、数千あるいはまあ1万ぐらいが、まあ非常に大きな場合でもそれぐらいだと、大体考えていただければいいと思います。でこれぐらいの大きさのものを今並列で、全項を求めるというのはかなり難しいので通常は、これはまあ普通のラパックで、ワンノードで求めるということになると思います。でその後で密行列積を、まあ、このように計算をして、元の規定関数に対する、係数行列 C というのを求めるということになります。もちろんこの行列積の部分は簡単に、MPI の並列化も可能という形になっています。
でもう一つの構成要素として、これはハートリーフォック計算には現れないわけですけども、密度反関数の積分があります。でハートリーフォック法では、先ほどのあれに従いますと、ハミルトニアンが、まあ、このように、書けます。で J というのが、空論項で K というのが交換項ということになります。でエネルギーは、まあ、このような形で表されたわけです。で DFT の場合には、エネルギーの中には、この K が入っていなくて、その代わりに、交換相関反関数というこういう項が出てきます。これは、このようなですね、密度に依存する反関数ということになります。でこれを計算するときに必要なハミルトニアン、コンシャムハミルトニアンと言いますけども、これにはやはり K がなくて、その代わりに VXC というものが入っていると。これはポテンシャルなのでエネルギーの微分ということになります。どちらにいたしましても、ここの積分ですね、空間積分について、数値積分を行う必要があるということになります。で、この密度反関数の空間積分を、効率よく行う方法として、行う方法として使われているのが、原子中心の極座標グリッドです。また、出てくるのは原子を中心にするということになります。原子核の周りほど電子が濃いという、まあ、こういう病像に従っているので、まあ、グリッド点を少なく、なるべく少なくした上で、それで効率的に、空間積分を行うことができます。で、まあ、グリッドの計算なんで、普通は、まあ、ここの後ろのシグマが、後ろというか最初の、原子に関するサメーションが普通はないわけですけども、原子中心で取っているので、まあ、こういうふうな形で表されると、いうことになります。でここに出てくるのが P というのが、分割関数というふうに呼ばれています。でこれは、またしてもですね、原子中心のグリッドを使ったがために、重なる部分がこのように、今これ H2O の場合ですけども出てくるわけですね。でこうした時に多重カウントを回避するために、導入されるものです。これは各グリッド起点ごとに、規格化するされているという量になります。そうですね、それで、ここでですね、原子中心であるところまでは、まあ、例えば水素が担当して、どこから、先は酸素が担当すると、そういうものではなくて、ここを分けるときにですね、なだらかな、こういうフェルミ関数的なものを、使ってその原子の、担当領域というか、まあ、そういうものを分けると、そういう手順を行っています。で、まあ、こういう分け方は、一般にファジーアトムというふうに、言われます。でグリッドの計算量はだいたいオーダー N なんですけども、ただし電子密度の計算が、工夫がなければオーダー N3 乗ということになります。でグリッド点に関しては、1原子に対して、少ないといっても、数万点は用いられるというのが、一般的ですので、これはまあやはり容易に整列化が可能ということになります。でもう一つですけれども、必須の構成要素には含めておりませんでしたが、繰り返し計算で重要なものの一つに、繰り返し回数の削減というのがあります。その方法の一つとして、今回DIIS、ダイレクトインバージョンインディイタラティブサブスペースという方法があるんですけども、これについて、紹介をしたいと思います。先ほども言いましたけども、この繰り返し回数を削減するというのは、なぜ重要かというと、このハートリーフォック計算の時間というのは1回の計算かける繰り返し回数なので、繰り返し回数を減らすというのはそのまんま、計算時間にダイレクトに効いてくると、いうことになります。で、この方法というのは一般に非線形の、最適化をするときには、用いることが可能です。でですね、フォック行列というのを、まあ、どういうふうに計算するかというと、フォック行列を過去数回分の線形結合として予測します。まあ、こういう形ですね。でそれで、電子数が変わらないようにするためには、こういう、条件を、規格化の条件が必要になります。で、ここで出てくる X というのが決まればいいわけですけども、この X をどのように求めるかというと、それぞれの F がどれぐらいの誤差を持っているかというのを、まあ、誤差ベクトルという、形で持ちまして、この誤差ベクトルの線形結合がなるべくゼロになるようにすればよいということになります。
で、誤差ベクトルとしてどのようなものが用いられるかというと、一つは1回前と今回の、ポック行列の差を用いるという方法があります。この方法は、別の言い方でアンダーソンミキシングとも、言います。で、これはですね、収束が近づけば、密度行列の誤差とですね、ここの中に含まれている誤差というのはおよそ線形であるという、そういう推測に基づくものです。もう一つこちらの、条件というのは、収束した最後の中ではフォック行列と密度行列というのが、可観であると、これがゼロになるという、条件を用いる、というものです。そういったし、こういう形で誤差ベクトルを定義しまして、ここから、こういう行列を見積もって、さらにですね、この条件を満たすようにラグランジュの未定乗数を、入れて、最小2乗フィットですね、を行うことによって、この X を求めると、こういう、技術が必要になります。で、これは、一般の普通の、線形の連立方程式ですから、ラパックを使って計算をすればよいということになります。ここまでが SCF 計算の、構成要素ということになります。ここからですね、SCF ではなくて、もう一つの量子科学の計算法であるポストハートリーフォック計算で用いられる構成要素について、紹介をしていきたいと思います。で、特に一つ、重要なものとして、最も簡単なポストハートリーフォック計算である MP2 法というものの、紹介と、それから、これの、オープン MP 化について、お話をしていきたいと思います。で、 MP2、いきなり式なんですけども、ハートリーフォックからのエネルギーの、コレクションですね、補正というものをこういう式で行うというものになっています。で、イプシロンは先ほどの、固有値問題で出てきた固有値ということになります。ここに書いてある、括弧の中にあるこういう4インデックスのものですけども、これは、最初にの方で説明した、2電子積分ガンマというものに、こういう、係数を掛け算あれ取って積和をしたものということになります。で、これを分子積分というふうに呼んでいますけども、この分子積分の計算は、この MP2 計算の場合にはボトルネックということになります。で、演算量に関しては、これ段階的に積和をすれば、一つずつ、インデックスをつけていますので、オーダーが N5 乗で、済むわけですけども、メモリ量はですね、これ全てを一度に実行するにはオーダー N4 乗が必要になると、これはかなりメモリの量としては大きいということになります。で、これをなるべく演算量を少なく、それでいてメモリにもうまく、マッチするように、バランスを考えながらアルゴリズムを作るということになります。で、アルゴリズムを考える上で、基本的な情報として、3つの種類の軌道というものがあって、これの数というのがだいたいですね、原子軌道、規定関数の数が一番多くて、その次に非占有、占有されていない軌道の数、そして占有軌道の数が一番小さいと、こういうような、関係を、使って、うまく構築をしていくということをしています。でですね、これは 1から MP2 のコードを、今回書いたわけではなくて、ゲームスというプログラムで、実装されている、MP2 を、オープン MP 化したというのを、少し前にやりましたので、これについて、お話をしたいと思います。で、ゲームスというプログラムはにはですね、 MP2 の計算コードの実装が4種類あります。計算量は先ほど、述べた通り全てオーダー N5 乗になっています。で、ゲームスはもともとメッセージパッシングでしか並列化を行っていなくて、OpenMP は使っていないということで、これを行いました。で、コードの説明ですけども、まず一つシリアルというのがありますね。シリアルという名前ですけども、これは並列計算は可能です。で、コードの名前ということで、これを使っています。で、これはローカルメモリーにオーダー N3 乗、 N が原子軌道の数ですけども、を使うものです。その次のコードが DDI というものです。
DDI というのはゲームスの中で独自に実装されている、ディストリビューテッドメモリーですね。グローバルなメモリーを使うような技術を独自に実装していまして、データを分散して持つということが可能になっています。でこのアルゴリズムではローカルなメモリーはオーダー N2 乗ですけども、グローバルメモリーに先ほど必要だといったオーダー N4 乗を分散させて取っておくと、こういうような形になっています。もう一つ IMS というのは、まあ、これは分子圏の、石村さんが開発して、したので IMS という名前ですけども、ローカルメモリーに、が N3 乗よりも少し小さくて N×、O の2乗ですね、専用起動数の2乗、と減らしている代わりにスクラッチディスクを使うと、そういう方法になります。もう一つは近似の MP2 計算ですので、今回はこれについては、省略をして残り3つについて、オープン MP 化をするということを行いました。でオープン MP 版のシリアル MP2 の疑似コードですけども、まあ、このようになっています。で MPI 並列の部分というのは一番外側というか、まあ、ここで言うと、一番内側に書いてあるんですけども、一番最初にですね、担当をする専用起動 I というものを各ノードに割り振っておきます。で、自分が担当する、専用起動というのを決めておいて、メモリーには可能な限り大きな、ミュー、ニュー、ラムダはそのまんま、原子起動のままで、1つトランスフォームした I というものを、載せると、いうことをします。これが1回でできなければ一番外側のループでバッチ処理を行うという形になっています。で OpenMP 並列は、このバッチの内側のこの3つですね、3つのシェルに対して行います。で、一番最初の積分変換というのは必ずガンマとの掛け算がありますので、2電子積分を作りながら実行しておかなくてはならないと。ここの部分が、少し難しいということになります。簡単な行列積では計算ができないと。でそれでですね、このガンマを構築した後にこれをするわけですけれども、このまま、普通に組みますとアトミックな演算が発生します。つまり、フレードセーフではない演算ということになります。で先ほどですね、あの2電積分からあのダイレクト SCF で F を作った時というのは、スレッドプライベートにしてリダクションを行うと、それでもって対応したわけですけども、今メモリをいっぱいいっぱい使ってますから、先ほどの対応したようなこういう方法ではできないということなので、まあ、このままだとアトミック演算が発生するということになります。で、まあ、これのループが終わった後は、もうすべて、構築されているので、あとは、普通のですね、密行列の積、ブラスの3で、計算をすることができると、こういう形になっています。ということでですね、ここの部分をちょっと工夫しなくてはいけないということになります。もう中身はどうなっているかというと、今ですね、このミュー、ニュー、ラムダ、シグマという4つの、インデックスがありますけども、この AO のセットに対して、この中から3つ積分を作ってこれに関する演算を実行します。で、まあ、足し込みとしては、これに C をかけて足し込むと、まあ、こういう形になってますけども、さらにここの上で、こういう4つの、積分の、対称性を使って、使った計算を行うわけです。そうするとですね、ここの中でミューニューに対する演算の他にラムダシグマに対する演算が出てきて、でもう一つここの部分ですね、 I に関しては、各ノード持っているものが違うのでこれはいいんですけども、これの部分というのが、結局ですね、メモリーアクセスが、同時メモリーアクセスが発生する、可能性があって、スレッドセーフではないという形になっています。そこでですね、どういうことを行うかというと、まず、この先ほどあった、OpenMP の、タスク分散ですね、タスク分散を行っている、分岐と、それから一番内側のループの順番を入れ替えます。そうして内側の、ループの、ループ長をですね、もともとは、これニューまでに制限されていたのを、全てのシェルに対して回るように、書き換えます。でこれを行ってやると、積分を計算する回数というのは増えるわけですけども、その代わりにここのアトミック演算を
なくすと、そういうふうにして回避を行うことが可能です。で残りの部分に関しては、同じです。でもう一つ次のコードは IMS のコードです。で、どのようにしているかというと、ですね、3インデックスの積分というのを中間値として、構築しまして、これをディスクに保存をして、利用をするという方法になっています。ディスクアクセスの性能というのはに、このまま、つまり大きく依存するような方法になっています。でここでも問題になるのは2電子積分を作るここの部分ですね。これ2電子積分を作って、その後に、その1回目の、積分変換をする部分ということになります。で、これは結局ですね、 OpenMP 化は再打ちのループを、使って行うということにいたしました。で残りの部分は先ほどと同じように通常のブラスで持って処理をするという形になっています。もう一つ、グローバルなメモリーですねを使う場合 その DDI という、アルゴリズムについても、示しています。もう詳細はあまり述べませんけども、これもやはりですね、これはもうアトミック演算を回避した疑似コードになっていますけども、ここの部分のループ長を延長しまして、それでアトミック演算を回避するということを行っています。あとやっていることは大体同じと考えていただければいいかと思います。でですね、これはですね、この OpenMP 並列の OpenMP 並列の MP2 との、計算を行った時の、計算時間です。スレッド数依存性ですね、横軸がスレッド数で縦軸が、実計算時間です。で注意していただきたいのは、これは1ノードの計算です。したがって MPI 並列の効率は全く考慮していないということに気をつけてください。で MPI 並列を用いる と、この、パフォーマンスというのはもちろん、その MPI の方の、パフォーマンスが変化します。で、ここで見ていただくとお分かりになるのが、ですね、DDI とシリアルに関してはアトミック演算を回避したノンアトミックというものとアトミック演算を回避していないものがあって、これ見ると分かる通りアトミック演算を回避することによって、この性能というのが非常に大きく、向上すると、いうことが分かります。ということですね、OpenMP を行う上で非常に大きなメモリーを使って、それで普通のですね、スレッドプライベートと、リダクションというそういう簡単な方法が取れない場合には、うまくアトミック演算を回避するような、ことを考えなくてはいけないということがわかるかと思います。でもう一つこれが、今日の最後のトピックということになりますけども、ポストハードリフォック計算で使われるもう一つの構成、要素として、CI 法で使われる非常に大きな行列の、対角化があります。で CI 法についてまず簡単に、定式化を述べておきますけれども、CI 法ではどういうふうに、波動関数を構築するかというと、このファイというのが、先ほどのハートリーフォックの関数ということになります。で、あとこれ全電子の波動関数ですね。で、それの他に、電子が占有されているところから占有されていないところに上がったような配置に対して同じような関数を作って、それの線形結合も取ると。さらに2電子上がった場合のも取ると、こういうのを繰り返していくのが、CI 法、配置間相互作用の方法ということになります。そうすると、それでですね、ここの T というのを変分的に決めると。変分的に決めるということは、こういう値問題を解けばよいということになります。で、問題になるのはこのハミルトニアンの大きさで、今ここではですね、3×3 で、もうちょっと大きくなっていきますけども、に見えるかもしれないですけども、この一番左上だけは、ただの一つの要素ですけれども、それ以外のところというのは、これを、ここの部分ですと、i から a に行く部分、だけの可能性の数ですね。それから、ここの部分ですけど、ij から ab に行くすべての可能性を、取っていますので、これは非常に大きな行列ということなんです。この四角で表しているのはこの行列であるということを今、書きたいと思っているわけですね。で、ということでですね、このような、非常に大きな、行列の対角化、すぐにですね、数百万とか数億とかそういうような大きさになるようなものの対角化をするということが必要になります。
しかしですね、この場合には先ほどとは全く違って、必要なコンの数っていうのは数本、規定状態だけでよければ1本ということになります。これを、効率よく行う方法として、ダビッドソン法というのがあるので、これを紹介しておきます。でこの方法というのは、思考ベクトルというのを用いて、繰り返し計算にこの元の、固有値問題を置き換えることによって、計算を簡略化する方法です。で思考ベクトルというのは、その、t ですから、全ての配置に対するこれは、縦の行が必要なわけですけども、この大きさとしてこれについて数本の、根ですね、根の、候補として思考ベクトルというのを用意します。でこれで、ね、リデュースしたこの m×m という空間の、このハミルトニアンを対角化するという問題に変えるという方法になります。この方法を使いますと、結局この h をメモリに載せて対角化するということを回避できます。この h プライムというのは m×m ですから非常に小さいということになります。で、h プライムを対角化したらば、t というのがアップデートされるので、これは一発では解けなくて何回か繰り返して解くということになります。でこの場合には思考ベクトルというのが必要になるわけですけども、思考ベクトルというのは非常に簡単に選んでくることができます。どういうことかというと、まあ、少なくとも規定状態についてはこの t0 というのが1でその他は0という、まあ、こういう非常に良い出発点があるので、ほとんど対角要素だけがあるというのを出発点にすれば良い関数が出てきます。でこのアルゴリズム、まあ、一見して、まあ、h をメモリに載せる必要はないということが分かるわけですけども、このままだとスクラッチには載せる必要があるのではないかという形式に見えます。で、それも回避することができます。で、この H の行列要素なんですけども、先ほどの分子積分ですね、PQRS という、まあ、こういう分子積分の、一個一個が和になっています。あまり説明してないですけど、この H というのは非常にスパースな行列になっています。で、この H 全体をスクラッチにする、書くのではなくて PQRS という分子積分をスクラッチに保存しておいて、このスクラッチから、スクラッチからですね PQRS を読んできて直接ですねこの H×T というこれをシグマと呼んでるんですけども、シグマベクトルという、この量を構築するという問題に書き換えることができます。そうすると H は、H を載せる問題を PQRS という分子積分をだけを、スクラッチに載せる問題に変えることができると、ということで、この方法を用いることによって、まあ、要求メモリ量を配置数×配置数という非常に莫大なもの、これは、まあ絶対無理なわけですけども、これを配置数×定数倍と、こういう方法にするという、これアルゴリズムとしてはノールズハンディングと言いますけども、こういうアルゴリズムが用いられています。でですね、PQRS に対する並列化ですとか配置に対する並列化というのも可能ですし、データ分散も可能なので、この方法というのは、並列化が比較的容易に行うことができるという方法になっております。このくらいでですね、本日は、まとめに入りたいと思いますけれども、今日お話ししたこととしましてですね、量子化学計算という一口に言っても、ただ一つの、要素技術が使われているのではなくて、手法に応じてさまざまな計算技術が利用されているということです。で今回、ご紹介した基本というふうに言われるハートリーボックス、それから現在主流の DFT では、ボトルネックとなる部分というのは2電子積分の計算、それから密行列の対角化の2つであるということです。で特にですね、ガウス型規定の2電子積分計算というのはまあ、他にはほぼ現れることがない特に特殊な演算で、これについてはさまざまな計算アルゴリズムが開発されています。で密行列対角化というのは、非常に基礎的な技術で、しかもほぼ全根が今回必要なので、まあ、これは、ライブラリを用いて計算するということになっています。でこの方法と、全く違うのがポストハートリーフォーク、使われる要素技術が全く違うのがポストハートリーフォックという方法で、まあ、今日紹介した MP2 法、それから紹介してないですけども CC 法でも、ボトルネックになるのは積分変換とテンソルの縮約ということになります。
で、積分変換の部分に関しては二連積分の計算と縮約というものの、混在になって、ここはまあ、工夫が必要になるということになります。で、構築してしまえばあとは、DGEM などを用いて、実装をすることが可能になるというものです。もう一つ今日お話ししたのが CI 法で、これは、今日は積分変換についてはまあ同じですのでお話しましません、今しませんでしたけれども、大規模素行列の対角化があると、まあダビッドソン法のように全項を求めない素行列の対角化を行うことによって、これを、効率化することが可能です。でもう一つですね、量子学計算の効率化における注意点、まあ、今日、説明したものも説明していないものも含みますけども、をまとめておきますと、まずは、基本的なこととして演算量の削減があります。対称性の高いテンソルというのは、なるべく再利用をした方がいいわけですけども、先ほど MP2 の、オープン MP 化などでもあったように高並列化を考える場合には、こういうものの利用というのは副作用もあるということは考えておかなくてはいけません。で、フロップ数による見積もりというのは、先ほどの積分の計算などで使いましたけれども、これは鵜呑みにする必要はないわけですけれども、有用な場合というのもあります。で、今日説明できなかったこととして、SIMD 化ですとかキャッシュミスの削減というのも重要な、考えなくてはいけないことになります。で、繰り返し計算を行う場合ですね、非線形の問題ですとかそういう場合には収束性の向上というのも非常に重要です。まあ、そのために、まあ、DIS というのを、まあ、今回紹介しましたが、重要なことは計算時間は1サイクルの時間×繰り返し回数になると、直接効いてくるということになります。で、当たり前のことですけれども基礎的な演算行列積ですとか密行列の対角化等はライブラリコールを用いましょうということですね。で、並列化を行うときに、先ほど出てきた例ですけれども、OpenMP ではアトミック演算の回避というのが性能に、重要な場合があります。で、今回はあまりやってないですが、データ分散も考えた MPI の並列化というのが、重要な場合もあるということで、本日のまとめとさせていただきます。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。